ははいこんにちはかおりですまたね気になるニュースがちょこちょこ出てきたので見ていきます。その前にねこの小沢一郎事務所の、えー、ポストね自民党がやっていることは政治ではなく悪事 <laughs> これ分かりやすいよね、えー、政治じゃない悪事ですとね まあここまで見切ると、なんかこう、清ががしいっていうかね、あ、やっぱり、そうだよねって気がするよね。で、何が面白いのか、国会でも、皆笑っており、この皆っていうのは、あの、五人衆ね、特にね、で、危機感がない、で、総裁書いて、それで選挙やれば、楽勝できる、 っって思って思んだよね楽観してるんだよねこの状況をねで今何自民党のさあの総裁次の総裁でね一番人気がなんか石破さんってことになってるよねでまあ石破さんさ、まあ、ちょっとよさげに見えるんだけどまあ所詮こう自民党なんだよねそれでちょっとよさげで今度こそ大丈夫かなとか ね、あのそう思われる総裁を出してきて乗り切れるって思っているのかねそうは問屋が下ろさないようでね。でねあのち,ょちょっとこれねあの知事選の話ねこの秋田県議がね次の、えー、秋田県知事選に 出馬を検討してるんだって、この鈴木健太さんって、今県議やってる人ね。48歳で、まあ若くていいかなという気はするのですが、いかんせん自民党で。で、この人はね、なんか前回も出たんだよね。前回はね、あの、検討して見送ったんだって。で、今度は出るかなで。でね、なんだっけな、この人ね。 あの、知事選に出るときには、離党をして、無所属で出るんだって。なんで自民党で出ないのだからさ、これどうなんだろうね。もう自民党で出ると、不利だなっていう認識になってきてるのかね。うん。でもそれだったらさ、もう今から離党すればいいのにね。 はい、でね、まあ、あの県議とか県知事とかにもさ、変なのがいっぱいいるからね。えー、もう見張っておお、かないとね。でね、ついこのあの政倫審、政治倫理審査会。は。あの、衆議院と参議院。用があるんだよね。で、今朝は、あの、塩谷君と。あとはなんだっけ、あの、二階派の。あの。なんだっけ、武田。武田君ね。 武田亮太君かその2人だけが出るっていう話だったのですが夕方になってきたらね今日はあの2月21日の夕方ねなんか五人衆も出るとか言い始めてんだよね最初西村君がなんか抜けがけして「僕は出ます」って言ったかと思ったらそのあとパンツ君とか松野君も出ますでその後このこれ参議院議員でしょ世耕もねこれもなんか出るんだってで なんかそのね、出る理由はね、あの自民党の安倍派の若手からね、突き上げ食らってるっていうね、<laughs> まあそういう事情が一個あるらしいけれど、あとはの予算だよね、あの野党があの予算承認をあのしてくれないと困るから、あのじゃあ、あ5人衆が出ればいいかみたいな感じで、で最初はさ、あの塩谷の龍君を差し出してね、 でそれもやっぱりねあの森がねあの差し金したらしいあの塩野屋を神に差し出せというね <laughs> でも塩野屋くん人ぐらいじゃあの無理らしいね乗り切れなさそうってことが分かったのでじゃあ五人衆行けってことになったのかねで森くん的には五人衆は守りたいらしいんだよね。で神には出ししたくないのらしいののらですが まあ、森の意向とは別にあの安倍派の中でね、えー、あの幹部責任取れみたいな政倫死に出ろみたいな声が上がって仕方なくっていうその流れなのかなだからもうちょっと安倍派の中では何かこう打ち毛状態っていうかね <laughs> そんな感じかなもともと信頼されてないっていうことで、ね、この幹部をね ね、あとねあ、この西村君もなんかで出るんだってね、でこれあの、安倍派若手の反乱に、まあ、耐えきれずで出ますみたいな感じなんだよね。あとね、この、ね、統一問題でねあの、金子めぐみさんがなんかおか面白いこと言ってたんだよね、あの元衆議院議員の金,と金子めぐみさんは、今、コメンテーターとかをされてるのかな。で あの今、森山さんね、あの、やめろって言われてるでしょ。あの、だからの、統一の関連団体と、あの、に、あの、選挙応援してもらってたとかね。えだけど、金子さんはね、このまんま、あの、森山さんでいいんじゃないかってことを言ってたんだよね。で、私もね、それでいいのかなっていうか、あの、だって他にさえいないんじゃないなあの、 自民ってみんなさ、あの、統一とあの、関係あるでしょえー、だから、もうみんな関係あるんだから、もうこのまま森山さんでいいんじゃないっていうね。<laughs> そんな気がしないでもないっていうね。で、これあの、森山さんをさ、変えたところで、で、もうほら、あの、解散請求しちゃってるわけでしょね、だから、あの、 これをネタにっていうかその一種返しとして統一はいやあの議員にもこの議員にもあのいろいろあの便宜図ってやったんだよってことを言い出しちゃうから、まあ、それを岸田君は分かってんのかねだから、まあ、書いたところで仕方ないしあの統一と無関係の議員いないからもうこのまま森山さんで押し通そうっていう気なのかもしれないね。まあ、そそれれならそれで 仕方ないっていうかもういないものは仕方ないよね。<laughs> ねえ、統一とあの何にも関係ないですって人はね、いないんだよね。で、あの、関係ありませんって言っても、あの、証拠握ってんのは統一の方なんだよね。で、あの、森山さんもいろいろ証拠出されちゃったわけでしょ、あの、統一側からね。だから、これはさ、ある意味さ、もう森山さんで、 あの最後まで行ってもいいのかなっていうか、あの行,くしか <laughs> 行くしかないっていうかね、もう解散請求をこの人がしたから、もうこれでいい行けばいいじゃんみたいなね、またはあの自民党の中でさ、もう全部言えばいいんだよね、あのこれこれこういう関係が統一とありましたって、洗いざらい行ったら、そうすればもう統一からあの証拠出されたりさ、脅されたりする必要ないわけでしょ。 だから、妙にこう隠し事をするからさ、あの、野党からもさ、こう無駄にいろいろ要求されちゃうんだよね。やめろとかね。はい。だから、もう分かってますからね。<laughs> 自民党議員が、まあ、統一とかその統一の関連団体から、まあ、何かしらの関係があることはもう分かってますから、もう全部言っちゃったらいいんじゃないですか。で、それで、 あのー、もう、もういいよ、誰でもいいあの、解散請求するのはね。はい、そういうわけでねこう、無駄な闘争をね、やめた方がいいんじゃないかなとね、私は思います。あの、隠し事をするからさ、余計なエネルギーを使うことになっちゃうんじゃないのはい、でね、とね、この、長谷くんだよね、これ、長谷ひろくんが、なんかちょっと老け込んだような気がするけれどね、 この人がねあの、またね、ちょっとした話題になってるのはね、あの石川県のね、えー、平成6年の予算案の中に、この1000万円の予算を計上して、それがね、大阪・関西万博を見据えた国際文化交流の推進、<laughs> えーまあ、この費用として、まあ、1000万というね、 予算としてはそんなに高額ではないけれど、な,なぜ今、うん、この万博推進うんぬんかんぬんの予算を上げるんですかって、これ、あの、県民にしてみれば、こういラつくよね。<laughs> で、で、なんだっけな、このね、長谷君がね、維新の会の方々とは古い友人ですとかね。 また正直にっていうか、まあ、あの、顧問だからさ、もう友人も何もないでしょっていう気がするのですがね。で、顧問ってこともね、言ってんのかな、あの、えー、とね、言って、言ってないんだよね。でも顧問ってことはもう周知の事実でしょで、会見では私は大阪維新の顧問、あ、言ってるんだね、本人ね。で、ある意味しょ、ある意味正直で、 この正直さ加減があのこの後に及んでっていうかあのこの場面ではと,とてもイラつくっていう <laughs> 発言だよね「で馬場代表、えー、松井一郎さん吉村さん、えー、橋本さんとも古い友人です」とね、えー、正直にね述べたんだってで私は意思決定に参加しない顧問って。 といいう立場でですのでご理解いただけれればってこれじゃあ何のために顧問になっているのこれこ顧問ってな何なんだろうね、うん、だからこの長谷君的なあの顧問の理解っていうのは、まあ、維新に協力しますっていうか維新にあの標準の意を示しましたっていう <laughs> 意味での顧問だから、えー、だから石川県の予算にも えー、ちゃんとあのね、あの関西万博の関連予算は計上しましたよってことを言いたいのかね、はい、えー、ね、なんかさ、ちょっとこうね、石川県民からするとさこうあ、あまりにもこうね、感情、逆立てされるような発言は相変わらず、長谷君は続けていますねっていうね。 あとね、この維新といえばね、この人ね、うん、このね、橋本徹君はね、あの、泉房穂さんと、あの、司法試験の、あのー、合格した年が同じなんだよね。で、司法試験合格すると、なんか、修習生っていうのを2年間やって、まあ、それで、あのー、修、ま、習、あ、生仲間として、 泉ふさほさんとこの橋本君はまあ,あのし知り合いっていうかまあ親しくなったりするよねでこの人はねちょこちょこと泉ふさほさんを批判してますよね折、うん、に触れてね、えー、結構前からね批判をねう,うまいことやってるんだよねでまたほら万博のトイレがさ2億円かけるとかえ、ね 言い出して、えー、これはなんかあの、順当な価格ですとか言ってんだよね。でもこれ半年経ったら、これ撤去しちゃうわけだよね。で、規模から考えると必ずしも高額、えー、とは言えないとね、えー、この橋本くんは言っていて、で、これに関してまた泉さんにあの批判する、されるのが分かっているから、 あのもう最初からね、えー、明石市の泉市,市長、えー、この番組にも出たでしょう、あの人だったら、えー、すぐに文句言うからって、なんか規制を制しているみたいなね。うん、で、この人のはね、まあ、頭いいよね。うん、まあ、一応弁護士だし、頭いいのですがね、あのなかなかね、弁が立つ。<laughs> 弁が立つっていうかね、 あの反論をしづらいような主張するのがねう、うまいんだよね。あの私はこう真正面から、えー、正直な主張をしていますみたいに言うんだよね。そうするとね、反論しづらくなるんだよね。で、そういうのをよく知ってるね。はい、でね、えー、まあ、これはいいかね、はい、でね。 あとね、あれ、あとね、私ね、ちょっと拾ってたニュースがね、重要な <laughs>、重要なニュースを拾ってたのですが、このね、あの、ちょっと待ってね、あの、どれだっけなぁ。ちょっと待ってね。ほ、あ、ん、のーと,ね、とね、拾い忘れて、拾い忘れてました。 でね、この1個はね、1個拾ってんのはね、これね、国税庁がね、あの毎年国会議員に納税手引書っていうのを配布してるんだってね。で、それは、あのー、だから使い切れなかった、このな、政治資金っていうのは課税対象になりますよというね、パンフレットみたいのを、 配布しているけれどもえ、議員はやってないよね。そんな納税してる議員は全くいない。はい。だから納税しなくてもさ、国税の調査が入んないってことを分かってんだよね。で、あのー、国税としてみれば、ちゃんとあのー、手引き書配ってますよっていう言い訳にしたいのかもしれませんが、一応言ってるんだよね。この政治活動にかかる。 雑所得は、うん、このね、政治活動のために支出した費用を控除した差額であり、課税対象になりますとは言ってるけれど、これ納税してる議員なんていないわけでしょで、鍵のかかった引き出しで保管していようが、金庫に入れようが、使われなかった裏金は、 政治資金ではなく雑所得にあたり確定申告がありますよバーベキューさん <laughs> 聞いてますか <laughs> ね鍵のかかった引き出しに2700万を保管していたと言い,言い張っても何の言い訳にもなりませんよって話で例えばこのさ雑所得が発生した場面ね、えー、じゃあなんか臨時収入がありましたって言われて じゃあ 1, 万円受け取りましたねえじゃあ私はそれであの洋服を買いましょうとね選択する人とえ私は貯金していましょうという選択をする人ねえまたはあの引き出しで保管し,保管しようとする、ね、保管しましたという選択保管しますだねという選択をする人がいようとそれはあの使い道自由って話なんだよね。 だから雑所得が発生したことには変わりがないわけですえだからバーベキューさん分かりますかあの <laughs> 鍵のかかった引き出しでねお金していたからそれが雑所得にならないってことにはならないからねというねでねここでね最後ね面白いことを言ってるんだよね,ね国税庁の内部でも悪質な 裏金脱税は摘発すべきという意見もある。だから特捜の中でさ、あの、一応なんか正義感がある人もいるみたいなね。それはあの国税の中でも,も同じ感じなんだよね。でね、あの、議員の選挙区ごとにバラバラに告発されても、 地方の税務所では対応しきれないんだって。だから、バーベキューさんの選挙区で、バーベキューさんを告発しても、税務所では対応しきれないのですが、このね、集団訴訟のような形で、東京の国税局にまとめて持ってこられたら、税務調査に乗り出す可能性は、 十分ありますってことをあの国税庁の人が言ってるんだよね。でこれでねあの私は思い出したのがあの議員の,あの脱税を許さない会っていう市民の会があの 2, 2月の初めにねえーえー、っとね検察にね告発したんだよね。でその件どうなったのかなって思ったらね今日のねニュースを見たら。 えっとね、その告発する市民の会の人数を、ね、増やしたいって言ってたんだよねあの。数千人くらいに増やしたいって言ってたのね。でその意味はもしかしたらこの集団訴訟をね、はい、だから議員の選挙区ごとのバラバラの告発ではなくて、だから告発者、つまり国民の数を増やしてね、それで、 国税局にまとめて持っていくこれをね市民の会が考えているのかなとね、はい、でこの市民の会にはさどうやって加わればいいのかねで今あの国民の中にあの議員の、ね、脱税を許さないっていう人が97%かないるんだって。で あの90%を超えて国民がその同じ主張をするっていうかのアンケート結果であの9割を超えることはねめったにないらしいんだよねだからあの集団訴訟に例えばその数千人の国民の,あの告発者が必要だとしたらそれってなんかすぐ集まりそうだよね。それで国税が動いて 税務調査に乗り出すんだったら、それはなんかね、あの、やる甲斐があるっていうか、やんなくちゃだめだよね。うん。と,とにかく、国税をね、動かすっていうね。でも国税ってさ、あの、検察とセットになってるわけだよね。で、やっぱりあの人事が怖いんだよね。これであの自民党議員とかに歯向かって、 えー、自分たちの出世が阻まれるっていうのを知見も国税も恐れているわけで,でそれをさあの突破するにはやっぱり国民の訴訟とかねそれ世論とかねそれなのかなっていうね、はい、ちょっとこの辺はね、えー、またの続報を見ていきたいと思います、はい、ますたやります。 ではまた、バイバーイ。